名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーション、宇津木舞香がナビゲートをしています。サンデーハッピーアワー。さあ、今月毎週日曜日のこの時間は名古屋外国語大学や名古屋学芸大学の在学生、大学関係者に登場していただきまして、大学生活に迫っていく5分間です。名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーション、今日は名古屋外国語大学現代国際学部国際教養学科2年の河野琴美さんにお越しいただきました。河野さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず早速今日もですね、河野さんがおすすめの映画を一つ、選んでいただきましたが、どの映画をご紹介いただけますか。はい、私は博士と彼女のセオリーをおすすめします。これね、見たい見たいと思いながらまだ見られてなかったやつなんですが、今年亡くなったスティーブ・ホーキング博士と元奥様のジェーン・ホーキングさんの、まあ、関係を描いた実話を元にした映画なんですよね。はい、そうなんです。なぜこちらを選ばれたんですか。はい、映画の後半にホーキング博士は若者に向かって There should be no boundaries to human endeavor However but life may seem Where there is life there is hope という言葉をかけます、はい、これは人間の挑戦に限界はない、どんなにひどい人生に思えても生きていれば希望があるという意味で、壮絶な人生を生きた博士の言葉にとても感動しました。うーん、ホーキング博士が言うとこの言葉の重みもまた、そうなんですよ、ね、違いますよね、はい、なんかもう余命2年ぐらいって最初、ね、2年なのかな、ちょっとね、いくばくかっていうふうに言われてたところからの、はい、ずっとね、研究を続けてっていうことですもんね。そうなんです。この作品を通してそのリスナーに何を伝えたいって思いますか。はい、もしかしたらリスナーの方も何か大きな壁にぶつかってるかもしれないんですけど、どんなことがあっても私たちは希望を持つことができるんだということを伝えたいなと思います。ぜひこの映画を見てホーキング博士とその妻が見せる人間の素晴らしさ、力強さを感じてほしいなと思います。私もこの収録のこのインタビューの前にちょっと予告を見たんですけど、はい、泣きそうですね。本当に泣きます、あれは。でしょうね。はい、もう一晩中かけてみたんですけど、うん、一晩中かけてみたの。夜遅くに見たんですけ ど、全然眠くならなくって、もう本当に涙が止まらなかったです。いや、見てみたいと思います。博士と彼女のセオリーをね、今日は選んでいただきました。はい、そして河野さん、名古屋外大の現代国際学部国際教養学科2年在籍中ですけれども、学校生活はいかがですか。はい、楽しいですか。そうですね、いろいろな部活動だったり、うん、マスコミ業界研究グループの活動だったりを通して、はい、本当に充実した時間を過ごさせてもらってます。部活は何をされてるんですか。ワンダーフォーゲル部っていう山登りの部活をやってます。みんなで山に、そうですね、登るわけですよね。はい、来週末もみんなで山登りに行きます。それは大学に入ってからサークルに出会って、はい、初めて山登りを始めたような感じなんですか。はい、そうです。楽しいですね、趣味増えますね。はい、本当に、はい。マスコミ研究部、はい、マスコミ業界研究グループ、うん、これはどういうことをやるんですか。はい、このグループ2つの班に分かれてて、はい、放送班と新聞班っていうのがあるんですけど、私は新聞班に所属しているので、新聞の制作を行ったりだとか、はい、あと雑誌の紙面を作ったりだとか、あとそうですね、あと就職対策の授業を行ったりっていうことをしています。その分野に将来進みたいって考えてらっしゃるんですか。はい、そうですね、マスコミ業界に興味があるので将来はそちらに進みたいなと思ってます。大学の間からね、その現場に触れられたりするとまたいいですよね。はい、刺激もあってね。はい、ありがとうございます。今日は名古屋外国語大学現代国際学部国際教養学科2年の河野琴美さんをお迎えしました。河野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーション、来週もどうぞお楽しみに。